限界高度は255です。いいですね。久しぶりに見たわ、これ。だから、ここから起き始めればいいって感じですね。風雷。バスで音楽を聴いてたら、周りの人の目線が自分に集まっていることに気づき、イヤホンを外してみたら、イヤホンが繋がっていないことに気がつきました。先生でした。それは、マジであるあるやな。はい、どうも、皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか？やってますか？やってますか？雨降っておりますね。珍しいですね、なんかね。はい、じゃあ雨の中また今日も帽子かぶっておりますということで、本来であれば帽子かぶってませんよ。 YouTube で動画をご覧いただいたタイミングではね、キャラクター帽子かぶっておりません、ね、そう、1週間の前撮りをしておりますということで、いろんな情報出ております。気になるところを一時停止してご覧いただくとして、私今日はですね、あるアドバイスをもとにですね、進めていきたいと思っております。本日もやってまいります。シャッター、水亀座のあなた、好きな食べ物は何ですか？今日、いや明日でもいい、食べましょう。夜か、雨しんどいな、雷降るかなこれ。おや、こちらのコメントをご覧ください。兄弟ネーム春 Y さん、マグニーの顔で描けてないところを色付きガラスで限界コードに置いてうっすら見えるようにするのはどうですか？ええやないかい。何の話と思った方いると思いますが、こちらでございますね。はい、地図作ったじゃないですか、この、はい、これなんですよ。ここをですね、顔が全然完成しない、もはや誰の顔かわからん程度になっちゃってるので、これを上にガラスを敷くことで島を潰さず、かつ地図絵だけいい感じにマグニーにできるのではないかという案でございますよ。ええやんでしょ。で、ガラスとですね、ここ関係ないね、このオレンジ色でいけるんじゃないかというふうに踏んでおります。ちょうどこの黒のあれちょっと濃いちょっと濃いな。オレンジじゃダメか、ダメかしら、どうだろうね皆さん。オレンジじゃダメなの。はい、黄色なんかいいしかない。ちょっと待って、これ黄色だなぁ、おい、うわー、これ黄色だな、これ見て、黄色かな、オレンジも見て、黄色だなぁ、これやばい、黄色をちょっと集めないといけないということになりましたね。もうこれしょうがない、もうしょうがない。一回行こうか。一回ちょっと行こう。あっち行こう。ここはコップンじゃないや。線量無料が、無料確かに無料ではあるんだけどね。無料ではあるんだけどね。どこ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 、あれ、あった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 、あいつね。はい。見たところ、黄色はありませんでした。そして、飛んでる間にですね、情報が入ってまいりまして、どうやらジャラさんのところにひまわり無限機構があるらしいんだよね。コップンに、そこにコップンを追加して、ひまわりをたくさんもらえば、今回可能です。よかった。あと問題は黒です。黄色は解決、あとは黒、なのでここに来た意味全くありませんでした。だがみんなからお話を聞く時間を作れたというだけでもね、今回も公開収録しております。気になる方は下の概要欄からご覧ください。戻りましょう。はぁホワッツ、また誰かに会えるといいな。今日の私は君を処理することができない。さあ、なんとですね、さらにもう一つ情報があったのですが、まずはちょっとひまわり探そうかなと。うっせぇわがうっせぇわってやつですね。うっせぇわの音がうっせぇ、これだ。いやーこれだ。つうかめっちゃある、マジか。ここの、これ黒ちょうだい、これ。そういうことじゃない、そういうことじゃない。すごい、ピクチコンツェルンのものを頂戴すると言ったことになるのではないかと。あ、吸収されるパターンか。なるほどなるほど。さらにもう一つ情報が、ネザーの中のレインボーロードの先になんと光っ
トラップが存在、イカトラップなるものが存在するので、そこで黒の染料も頂戴することができます。やばいことしてらっしゃいます、これ。菊池さんでいいよね、これ。皮全部、湧き潰してね。イカがね、湧くようになってんの、ここで。まあ、あの人たち、窒息やら何やらで、行くまでちょっと待たないといけないんで、まあまあ、でも、こうちょっと待てば、まあ、炭集まるかなってことでね。ちょっと待ちたいと思います。ジャダさんのイカトラップありがとうございました。はい、ちゃんと、2スタック集めました。ほいで、あと残りはですね、もう、向こうの方でね、集めたいと思います。で、ちょっと、待ってる間暇だから計算したんですけど、3スタック、黒が3スタックあれば、必要な黒ガラスを作れることが判明したんですよ。はい。白はこんなにいらない。黄色がちょい足らずかなぐらいの、ところでございますけど、黄色は向こうでいくらでも取れると。いう感じでございます。ちょっと拝借井上わしやないかい。こちら拝借倉庫ですね。ここは一番有名な拝借倉庫。ここでですね、染料を探す。ちょっと拝借する拝借して、あ、ちょっと待ってね。さすがに全部あれするのは、全部あれはさすがにあれでございますから、ここでこうして、この12個余ったやつをここに戻しておくと。うん。これでいいんじゃないかな。地図絵描くときは、はい、これがいいですよ。F3G でね。F3 プラス G で、このチャンクを表示させることができます。で、地図を見て、橋らしいポジション。あ、ここなんだなと。ここが橋なんだなと。これ分かりました。ここ登っていきましょう。限界高度は255です。いいですね。久しぶりに見たわ、これ。だから、ここから起き始めればいいって感じですね。おー、すごい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 。久しぶりだなー。これ寝れる？寝れはすんのかな？あ、寝れはすんのか。すいうん、頂点で寝る男。さあ、つうわけで設置をしていきたいと思います。地図を確認したら、ここは、私の顔を見てください。これ、撮りますわ。こう帽子かぶっちゃってる。ダブル帽子になっちゃってたね。3マス分、これを置いていけば、いい感じになると思います。ね、なんでこれガラスかというとですね、明るさの影響もおそらくないですし、敵も湧かないですし、ベストだなということで、こう、コメントくださった方もね、そういう風に考えてアドバイスしてくださったと思います。では、置いていく様子は、それこそリップちゃんにお願いしたいと思います。リップちゃん！頑張れよ。せーの、はい、マスク感マスク感がすごいことになっちゃっております。黄色に関してはまだ置くとこがありましたね。黄色じゃなかったのかな、これオレンジだったのかなっていう後悔が、まあ、今のところちょっと来てるかなって気がしますけども、ね、これね大丈夫かなマスクしてる感じになってる、まあ、最後までやってみるとまた印象変わると思いますけども、はい。最後までやってみて、地図を改めて見てみて、で、最終的に、パッと見はわからんのだけども、実は地図で見ると顔になってるよ。が、うまくいけばいいですな。こういう感じでね。下の方は、ちゃんと、砂とかで埋められてるとこちゃんとこう、型取りしながら、やってております。はい。地味でしょ？やっぱ一番黄色ブロックが、使う数量が多いので、黒と白のガラスブロック仕上げというか、もうちょっと見た目が良くなると思うんだよな。黒白入れると。ここは全部もう黄色で塗りたくる場所でございますので、
はい。もうリップちゃんいいね。とりあえず次は、白黒を塗った段階でどうなるかをご覧いただきたいと思います。いきます！ 3、2、1。できたよー！見て。ほら。思ったより良くない？顔になったくない？ね。地図で見るとまずはこれよ。俯瞰で見る。これよ。これよ。うん。綺麗に枠取りして、ガラス置いてった感じでございますね。よいしょ。ここ。ね、最高高度だからさ。チェストとか置けないから、ここが作業場になってたんだよ。で、これを取ります。で、こう見ても、ただの島なんだよね。今まで通りのマグ島ではあるし、で、今ちょっと描画距離伸ばしてるから、短くして、で、こう一番下から上見ても、ガラス、あ、映る。うっすら映る。影映るね。影映るんだけど、ちょっと見てくださいね。マグビジョン！はい。明るさには何の影響もない状況です。はい。ガラスでよかった。黄色じゃなくて何色だったの？みたいなところはありますけど、はい。できた！できた、できた、できた。できたのさ、なんか、歯みたいになってるやん、それ。緑の。いやいや、時間かかりましたね。しかし時間かかったけど、いいものはできたんじゃないかと思います。ちょっとこう、なんか、影みたいなのがどうしてもできちゃうんだよ。ほら。明るいところと暗いところとどうしてもできちゃう。ただ、全部覆えてるは覆えてるんですよ。もう一個増やせばいいのかなと思うんですけど、もう一個増やしてもやっぱ下にはこういう影のマスができてしまう。まあ、こればっかりしょうがないかなと。どこですか？大丈夫？あ、大丈夫だな。どこミスってないか？ここもね、そう。ここもあったんで、緑があったんで、黄色に書いておきました。いや、余裕かましてっけど、ようやく地図絵が完成した。もう、そろそろ、私も埋め立てやり始めないといけないなと思う。そんな今日、この頃でございました。帽子が可愛いね。では、皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。次の動画も帽子は被ってると思います。はい、この1週間帽子かぶってると思いますのでよろしくお願いいたします。イエほなー。